わあ、綺麗。なんだこれ。どうなってんの。はははは。なんじゃこれ。すげえ。虹の島。いや、音がすごいな。あ、鳥さんがいる。かわいい。隠れ鳥さんがいるわ。あ、すげえ。宝箱わかりやすいな。風船がいっぱい。かわいい。割りたい。バーン。スプラトゥーンのチュートリアルかな。うわーん。こらこら。いやー、楽しいじゃないのよ。ちょ、宝箱取りに行こう。バシバシバシ。ハムソーセージの盾。ハムソーセージの盾。いや、強いなー。7ぐらい一気に上がるじゃん。7上がるね、一気に。すごいな。お、こっちにもあるじゃないのよ。すごい回らせるな。すごい回らせるね、こうやって。よいしょ。呪いの仮面？絶対に良くないやつ手に入れた。大丈夫？どれだ？これか。いや、強いけど大丈夫か？別に呪われない。あ、そうなんだ。お、魔法力の飴。魔法力の飴って何？あ、最大 MP が上がるんだ。MP はメモかだな。メモか意外と全体、あれ使えるから、結構上げておこう。もうマックス使っちゃっていいだろ。いいね。助かる、こういうの。全体攻撃が多いんですよ、メモカは。だから MP はね、上げといて問題ない。すげえ入り組んでんな、ここ。お、口、なんだ、口かせ？口かせか、今の。これだ。よくわからんが、つけると防御が上がる。ほんとだ、めっちゃ上がるな。え、なにこれ？めっちゃ上がるな。なんで？なんでかわかんないけど、20ぐらい変わるね。それは持ったな。あ、でも10いくつ変わる。助かるわ。ぴょん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 。バーン！うわーん！必ずそれやるな。メモか。もう必ずそれで一回驚かせるっていうね。お！なんか草木に出たね。草木生い茂る道に。いや、すげえ、風船がいっぱい浮いてんな。あ、また鍵がある。きらめく鍵7。てか俺結構集めたんだよね、きらめく鍵もしかして。1、2、3、4、5、6、7。あ、集めた！7個集め切った！やった！あの赤い宝箱を開けに行こう。あれ何なんだろうな、楽しみだな。さあ、黒巻さん、トロボコちゃんがいる。黒巻さん。あれ、和田野原じゃん。あ、和田野原さん、こんにちは。奇遇だね。君たちも虹を見に来たのかい？はい、そうなんです。ちょっと気分転換に。そうだったんだ。私はロボコのわがままの付き添いさ。先に見たいって言ったのは黒巻様じゃないですか。そうだっけ？いた！だからどうしていちいちぶつんですか？やっぱ私たち、わたっちの使いまでよかったわね。うん。あ、そうだ。黒巻さん。今度わたつみ城で、宴が開かれるんです。黒巻さんもぜひいらしてください。え、ほんと？行こうかな。私にはそんなお知らせ来てない。え、きっと伝達ミスだよ。やっぱり私忘れられてるんだ。そんなことないよ。忘れられてるんだよ。ああ。そんなことないよ。ああ、忘れられてるかも。あんたあんま帰ってこないし。牛の。メモか。ドルピー、どうしたの？どうした？虹が見えるよ。え？虹？見たい。あら、綺麗。ああ、ほんとだ。綺麗。わーお。眩しい。ああ、普段のストレスがぶっ飛ぶような気がします。ストレス溜まってんの？まあ。いやー、いいねー。ねえ、ドルピン、知ってた？流れ虹ってなんだ？流れ虹にお願いをすると願いが叶うんだって。流れ星じゃなくて？流れ虹。みんなお願いしてんのか。あ、違った。流れ星の間違いじゃないの？
何も言えないメモか。いじめるないじめるな。アドルピーはでも想像してるぞ。ナメクジ攻撃、ナメクジ攻撃。ちょ、え、やめてよ。あ、それナメクジなん、投げてんの。やだこれ、本当にナメクジ、大きくない、いやー、ナメクジ攻撃、いやー、ヌルヌルする、やめて。うわー、最悪だ。俺だったらマジで卒倒するわ。流れ虹まだかな、信じてる。ドルピーちゃん、ドルピーちゃんだけはずっと純粋でいてくれ。なんでみんな私をいじめるの。いじめてやる。深見くん冷静やな。あ、いいね。あ、尻尾あるんだ。黒巻さん本当に猫なんだな。虹綺麗ですね。ん、そうだね。黒巻さんは虹が好きなんですか。え、嫌いだよ。嫌いなんですか。うん、大嫌い。なんでですか。綺麗じゃないですか、虹。うん、綺麗だね、とっても。難しい人だな。でも昔を思い出すよ。虹がね、よく見えるところに住んでいたんだ。そうだったんですか。うん、まあ大昔の話だが。ははは、一体いくつなんだ黒巻さん。ああ、そういえば宴ってのはいつやるんだい。今度の満月の夜です。わかった。海のやつらもそういうのやるんだ。というか結構な頻度で。お祭り大好きなんだな。そんなの何かと理由をつけてね。みんな好きだからね。おいしいご飯、鶏肉の唐揚げは許さん。でも私お酒はダメなんです。あら、そうなんだ。まあ若いしな。あら、そうなの。私も無理です。前に無理やり飲ませた時は面白かったね。あ、よくないことしてる。本当にやめてください、ひどいです。ま、とりあえず行くって伝えておいて。わかりました。あら、嬉しい。はぁ、また飲まされるんだろうなと思ってるんだろうな。いい先輩なのか悪い先輩なのか、難しい塩梅の人だ。さあ戻ろう。でもいい気分転換になったね。よかったよかった。ま、虹も見れてよかったわね。うん、いい気分転換だったよ。流れ虹、せっかくだしもっと遊ぼうよ。船虫島とか行きたい。船虫島行きたくない。名前から行きたくない。え、結構遠いよ。いいじゃん、行こうよ。行きたい。僕は構わないよ。うん、じゃあ行こっか。よっしゃー、わーい。船虫と船虫がうじゃうじゃいんのかな、嫌なんだけど。あ、遊びすぎた。わー、夜更けたな。だって全然満月じゃないんだね、今夜。ってことは満月はまだ先だな。メモカたちは疲れて寝ちゃってるし。小さい頃は帰りが遅くなると辰巳屋さんにすごく怒られたな。大きくなってからはあまり夜遅くまで遊ぶことはなくなったけど。あ、いや、あの頃はよく。サメ吉かな。あ、やっぱりそうだ。私は信じてるから。サメ吉といっぱい遊んだんだろうな、きっと。
そして月は満ち、満月の夜が訪れました。なんだかんだ毎日ピアノ弾いてるよね。やっぱり好きなんだな。今日は調子がいいな。あら、よかったよかった。でもそろそろ時間だよね。よし、支度しなきゃ。宴か。まっつりだまっつりだ。よし、行きましょう。みんな、そろそろ時間だよ。準備はできた？オッケー水族館。大丈夫、平気だよ。うん、じゃあ行こっか。ワクワクドキドキパフパフ満月宴大大会、行きましょう。いやー、ワクワクすんな。お城、ん、すごい、みんないる。ここか。うわー、すげー。あ、子供たちいんじゃん。ともしびちゃん相変わらず寝てんな。私お酒強いのよ。子供なのに。子供とか関係ないのかな、あんまり海の世界は。あ、なんか吹き出しが出てるね。プルモンさん、こんにちは。慣れてるけどやっぱり酔ったヘリカはキモいわ。うわ、なんかすげえ音符出てる。なんだ、愉快愉快。ふくくくく、あははは、いくいつものあの威厳のあるヘリカさんはどこへやら。和田の原、今日は普段のことは忘れてはしゃいでいいのよ。和田の原、君も楽しんでね。あ、僕漢字なんだよ。あ、シャケさん漢字かわいい。ま、前から見るとシャケさんなんかちょっとおもろいな。ちょっとおもろい。あわざ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 あれなんだ、空いてるんだ、ドローズさんのために壁が。主人の体調も良くなってきたし、今日はパーッと楽しむわよ。よかったよかった。あ、いるじゃないみんな。お父さんも元気になってよかったです。うん、いいね。あ、よかったよかった。あ、青夢くんとかいいんじゃん。和田の原のみ、もう飲みなよ。イレナさん、久しぶりに見た。うん、和田の原楽しんでる？楽しんでる楽しんでる。まだ席にも座ってないけど。黒巻さん、あ、さっき話しかけたわ、そういえば。さあ、ちょっと待って、座る前に。いやあ、和田の原ちゃん、よかった、元気になったんですね。チェリーブロッドさん、体はもう大丈夫なんですか？ああ、だいぶ良くなったよ。激しい運動はできないけどね。無理はしないでくださいね。あ、よかったよかった。じゃあ座ろう。宴を楽しみますか？はい。ちゃんとみんなの席があった。ああ、すごく賑やかですね。ほんとだね。僕も飲んじゃおっかな。あなた、まだちゃんと体治ってないでしょ。お酒はダメよ。だよね、残念。お父さん、無茶しないでよ。大丈夫だよ。早く食べたいわ。ぐー。みんな今まで大変だったもんね。こんな日こそ楽しくならなくちゃ。あ、幹事が何か喋るみたいよ。あ、シャケさんだ。いやー、いっぱい集まってるね。 7×10 ぐらいか。僕幹事僕幹事。あー、酒の匂い嗅ぐだけでもうダメだ。なぜかすでに酔っているヘリカ。ふわーん、ヘリカまたやらかしてるわ。皆さん、今日は楽しんでいってくださいね。では海の平和を祝って乾杯。あ、僕の仕事が。乾杯。まあ幹事が僕幹事しか呼べなかったら他の人がやるわな。海の住人たちはとても賑やかな宴の時を過ごしました。いや、こういう夜もいいじゃない。あ、だいぶ楽しそう。音符マーク3つ。ちょっと休憩したいな。少しだけ外に出ようかな。お、そうする？ちょっとトイレ行ってきます。お花摘み行ってまいります。お、なんだ？
当選簿してる。あ、確かに姫様いなかったな、そういえば言われてみれば。あ、みんな当選簿してるね。なるほど、ってことはこっちか。ちょっと休憩。ん？黒巻さんと辰巳さんってわけなんだ。まあそんなことが。魔女ってのはそういうやつが多いのさ。和田の原みたいな素直な子は少ないよ。そうですね、そう考えるとあの子は少し変わってるのかもしれません。愛されて育ったんだろうね。ええ、海の者たちに囲まれて。そういえばさ、和田の原の父親ってのは今どこにいるんだい？そうですね、そろそろその話をしようかと思っていました。そう、気になってた、ずっと。最初から俺てっきり亡くなってるもんなんだと思ってたけど、そういうわけじゃないのか。ん？遠い昔の話です。昔のこと。この海には海の王和田摘様とその方の娘である二人の姫様がいました。二人の？その時の海はとても美しく平和な世界でした。しかし和田摘様は深い眠りについてしまったのです。なぜそうしたのかは誰にも分かりません。あ、生きてはいらっしゃるんだ。和田摘様が海から姿を消されるとなる場合、この海を滑る者は姫様となります。ですが海の姫は二人います。どちらか一人を選ばなければなりません。和田摘様は魚見姫様を選びました。あ、もう一人の姫は和田摘様の選択に納得できませんでした。そして彼女は自身の力を使い海の世界そのものを死で染めようとしたのです。なんてことを。当然二人の姫様は、互いに争うことになります。海の者たちもどちらかの、姫様側につくことになり、両者の壮絶な戦いが始まったのです。なるほど、国内で分裂が起きちゃったんだ。海は荒れ、皆が傷つき死に絶え、そこには地獄のような光景が広がっていました。そんなことが。しかしその戦いに歯止めをかけようとあるものが立ち上がりました。それが和田の原の父親である大魔導士様です。あ、かっこいい。大魔導士様はとても強力な魔法を使ってもう一人の姫とその配下の者たちを封印することにしたのです。和解ではなく封印をしちゃったんだね。大魔導士様の魔法によって海の世界は取り戻されました。しかしその場に残っていたのはあの爽快の一種だけで、大魔導士様の姿はどこにもありませんでした。おそらく魔法の力が大きすぎたため、つまり今この海にいるのは魚見姫側についた者たちってわけか。はい。私は大魔導士様に仕えておりました。和田の原が一人前の魔女になるまで、私はあの方が作った魔法や教えていただいた魔法を使って
この海を守っていたのです。そうか、だから辰巳屋さんも関わることができたんだ。はあ、なるほどね。だから君が結界の管理をしていたわけだ。はい。あの人が言っていたのはこういうことだったのか。あの人？ん？しかし昔っていつのこと？和田の原はまだまだ子供じゃないか。ええ。和田の原は海が平和に戻ってから長い時間が過ぎ去った後に卵から生まれました。卵から？おや、卵だったの。はい。満月のように丸く美しい卵でした。和田の原が生まれてから私は大魔道士様から教わったことをすべてあの子に教えていきました。そうだったんだ。そう、あの魔法を除いて。何？まだ何かちょっと隠していることがあるんだ。ちょっとそっちの方まで歩こうかな。お散歩しようか。まあ、たまには一人で歩くことも大事やな。あ、なんだ？おい。え？あ、サメ吉！まさかそっちから来るなんて。サメ吉？間違いやけに静かだと思って、静かだが、どいつもこいつも何をしてやるんだ。え、みんなお城で宴を楽しんでるよ。おい、和田の原。え、それは一体。え、何？今の何？まさか。待って、サメキシ、それは一体って何？今の何？え、サメキシ、待って、どこへ行くの？ちょっとちょっと、待って、まずそれは何ってなんだ？気になる。何が見えたの、サメキシには？ちょっと待ってくれ。どこ行った？街の方か？待って、サメキチ。何あれ、海の上の様子が変。門の方まで行ってみよう。どういうこと？おお、もう会場まで上がる寸前まで行くってことか。様子見に行こう。海の上が変。なんだこれ。え、カニさん、やられました。え、申し訳ございません。ぐ、どういうこと、サメキシ。ぐ、サメキシ、どうした？誰にやられた？どうしたの？大丈夫？来るな、和田の原。あなたが海の魔女ですわね。誰？え？え、誰？なんか和風装束に身を染めた。誰？はじめまして。誰？私は、トツサ帝国に雇われた悪魔です。出た悪魔！名はローレンシアと申します。トツサ帝国、ええ、そうです。早速ですが、私は仕事をさせてもらいます。そんなことできません。あなたたちは海帝国に入ることなんてできますわ。え、そんな、直したのに。たった今、あなた方の国の結界は破壊されたはずですから。
どうした？体が。和田の原、どうした？あら、本当に言われた通りですわ。しばらく眠っていてくださいね。和田の原。どう見てもウサ耳。さすがね、悪魔ローレンシア。全部作戦通りだわ。恐縮ですわ。どうなってんの？ああ、絶対にウサギだ。よかったの、姫。パパは早くお前の喜ぶ姿が見たいぞ。ふふふ。トツサ帝国側のあれかい？王様と姫か、これ。さあ、行くわよ。出た。あ、姫様、これが。可愛いけど。待ってなさい、魚見姫。すぐにあんたを殺してやるわ。どうしてよ。いつもと違う。なんだ？綺麗な海が。あ、ピアノ。昔の和田の原か。綺麗なピアノ。和田の原。あ、サメ吉。あ、おはよう、サメ吉。なんだよ、もう起きてたのか。起こしてくれよ。え、まだ仲良かった頃の話か。昔の話？だってサメ吉すごくぐっすり眠ってたんだもん。まあ昨日は相当酔いだからな。体は大丈夫？これぐらいどうってことない。それより今日はどうするんだ？うん、今日はちょっと行ってみたい島があるんだ。リンゴ島って言うんだけど。リンゴ島かな。ああ、あそこか。まあまあの距離だな。じゃあ早速行くか。うん。サメ吉だ。スカイマー、やっぱり仲間だったんだ。もともとサメグローブつけてる。他は特に何もないか。マジックとかは？サメアタック、シャークファング、フカキレパンチ、狂乱サクエ。餌をよこせと。なるほど。え、二人だけ？スカイマー一人しかいなかったのか。あのクソっぽいね。ありゃまあ、これ昔だよね、きっと。どういうことなんだろう。とりあえず船まで行ったらいいのかな。なんだか、あ、後輩たち。ヘリカ先輩、宴のためにああなるなら飲まなきゃいいのにって思うっす。ちょっと、いや、話しかけられない。そうだな。いつ頃なんだろう、これ。そんなに長く経ってないのかな。あら、そうか、みんな姿変えれるんだ。かわいいな、おい、サメ吉。和田なら。何？リンゴ島なんて言ってどうすんだ。あそこはリンゴしかねえぞ。あ、椎名リンゴとかいないの？島の一番奥に大きなリンゴの、木が生えてるらしいんだけど、そのリンゴを使ってやってみたい魔法があるんだ。アップルパイでも作るのか。発想かわいい。アップルパイなら魔法使わなくても作れるよ。なんだ、アップルパイが食べたいの？
いや別に。そう？ほら飛ばすぞ。また前みたいに落ちるなよ。大丈夫だもん。そうか？めっちゃ仲いい。なんか微笑ましいな。すげえ楽しそうなのに、なんでああなっちゃったんだよ。リンゴ島はこの辺りにあるはずだ。よし、行こう。すげえ、船じゃなくて、サメ基地に乗ってる。可愛らしいな。いいね、これ。楽しい。こんな時があったんだな。あ、リンゴいっぱいなってる。すごい。島に行く前からこんなに生えてんだ。ほら、リンゴの木がたくさんあるよ。やっぱりお腹空いてるの？あ、違う。照れちゃって。いいのにね。正直に言えばいいじゃんね。アップルパイ作ってっつって。すごい。リンゴの木だらけ。